私ね、ちょっと怒ってるんですよ。怒ってる。はい。まだこの間なんかいろいろ怒ってるのを見ましたけど、なんか怒ってまあしたれね。以上に怒ってる。プロレス大喜利ライブっていうのをやってたの知ってます？ああ、知ってます、知ってます。あ、知ってんのかな？で、なんかそれを見たお客さんにですね、この前会いまして、ほう。なんで棚ぼたさん出ないんですかって言われて、はい。棚ぼたさんなんか大喜利から逃げてるんですか？お笑い芸人だったらみたいなこと言ってきて、なんて失礼なやつだと思ってね。それファンでも何でもないでしょ。でもね、確かに私ね、大喜利には逃げてます。いや、逃げてんのかい。逃げてんのかい。でもさ、はい。ガロって何？大喜利得意な人？得意ではないけど、毎月事務所の芸人で3人で大喜利もやろうっやって。てんのか、お前やるな。配信でやろうと、垂れ流しでいいからって。やるな。俺ね、太田プロっていう事務所にも長くいるんですけど、はい。俺、大喜利ライブに選ばれたこと一回もないですわ。いや、そのプロレース大喜利ライブを見たお客さんから、おはい。題をですね、ほう。3つほど送っていただいたんで、あ、実際にそのライブでやったおそう題そうをっそうそう。ほう。なんでちょっと今日やりましょうよ、せっかくだから。なるほど、やりましょう。1個目のお題、こちら。なんか、美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？なんか美味しそ美う味にし聞そうこに聞えこえるる。プロレスの技名。美味しそ美味しそうに聞こえる。美味しそうに聞こえる。う。芸人として美味しいってことですか？その美味しいじゃないですか。その美味しいじゃお、今ポイント入りましたかね？これ座布団2枚もらいました。俺ちょっとパッと思いついたの。はい。あ、はい、じゃあ岩さん。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？出来たてほやほやのキック。言い方、言い方、あ、本でもこういうこと、本当じゃないです、違うこういうのことだよ。俺も分かんなくて、俺なんか思いつきましたよ。あ、出ました。はい。じゃあ行きますよ。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？産地直送のキック。いや、だから一緒。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？期間限定キャラメルフラペチョ。あ、そう、でもこれ、ことですよね。こういうことですかね。こういうことですよね。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？シェフの気まぐれムーンサルト。でもいいですね、やっぱこうやって、お互い助け合っていきましょうよ。なんかね、殺伐とした雰囲気結構つらいんで。いやいや、そうですよね。盛り上げていこう。殺伐とした雰囲気は一本ワングランプリでもいいんですよ。そう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 、ね、なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？はい、ふわふわスフレックラリアット。かわいいな、かわいいな。なんか東京女子とかのね、やりそうな、やりそうなね。原宿ポムさんとかやりそうな。あ、そうそう、原宿ポムがやりそうだね、本当に。逆に大会でどういう答えが出たのか気になります。あ、気になるな、それマジ気になるな。ちょっと気になりますよ。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？出ました、大丸マグロ一本背負い投げ。取って捕まえてそのドンってですよ。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？カルフォルニアロール。いや、本当にあるやつ、うん、本当にある。でも確か美味しそう、ちょっと美味しそうだし、技っぽい、うん、美味しそうだし技名、確かに技ありそうっすね。で、ちょっとありそうな。もしかしたらなんかね、WW の選手とかなんかやりそうな。ああ、やってそうな。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？はい、サクランボム。かわいい。もうかわいいが好きだ、さっきからな。さっきから。マジで東京都市の人に使ってほしいわ。サクランボムっていいな。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？完熟トマトのハヤシライスソース。いや、普通にあるやつ。普通に。なんかちょっと、なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？危ない、垂直落下式流しそうめん。いや、流してないですよ。流せてないですよ、それ。わんこそばと一緒ですよ、原理は。そう。もう技のボケじゃなくなったってね。もう流しそうめんボケになっちゃったね。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？はい、道場六三郎公認紅鮭のホイル焼き。うまそう。あの道場六三郎が。そう、これは絶対うまいだろ。ホイホイアルミホイルでこうくるまいです。ああ、この前 KO がね、火つけてなんか蹴ってたけど。そうです。あれの火をつけないホイル、なるほど、アルミホイルだ。これうまそうじゃん。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは？ベビースターダストプレス。
いや普通にちょっとすごそうです。なんか美味しそうに聞こえるプロレスの技名とは。はい、チョコロールアームホイップクリーム添え。いや、もう多分いや、カン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 。いや、これね、お題ね、多分ね、はい、これの繰り返しになってくる気がする。そうです。なんかこのお題いや、わかんない、もう 数ですね、これは。だからね、もしね、バカリズムさんみたいな人がいたら多分違う角度のやつもね、言えるかもしれないけど、まあ、我々がやるとね、こういうなんか全部ね、こっち系になりそうな気がする。そうですね。じゃあ2本目いきましょう。2本目、じゃあ2本目はこちらです。はい、馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。あー、プロス用語を使ってるみたいな。馬主がプオタですかね。まあそういう、どうですかね。これでいいんじゃないですか。はいはい、じゃあ行きますよ。馬主がプオタっぽい、プロレス、ごめんなさい、馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。出ました、 1.4。 あー、ただいそうじゃないですか。いそうですね。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。はい、何こらタココラ。ああ、いい、これこれマジでいそうだね。これいそうじゃないですか。ダービースタリオンとかでもいそうなんです。そうです。ダビスタとかにも。じゃあいきましょう。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。これね、多分ね、関西の方でね活躍してる馬なんですよ。はい、関西、はい、エナジャイズ帝王。いや、森谷さん。森谷さんでしょ。関西じゃ強えんだから、すげえ。いや、わかりますよ。関西じゃ強いのわかりますよ。東京だと、めっぴ、府中だから全然走らないんだよ。だから、阪神競馬であるとめっちゃ強いから。まあ、阪神で強いのは絵を浮かびますけど。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。はい、三冠は武道館。おー、なるほど。三冠はやっぱ武道館じゃないと。いや、これはね、これも結構答えに近いかもしれない。でも面白いかどうかは別にしても。そうなんだよね。答えに近いからって言ってね。そう、面白いかどうかは、馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。ドラゴンソルジャーロー。本当にいた人だよ。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。とりあえずシエロ。終わったら行こうじゃないですよ。フェイス終わったら行こうじゃないですよ。これは競走馬の名前じゃないな。そうですね。ただのプオタだよ。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。はい、新木場からフェイス。いいね。いいけどこれ、この流れただのプオタなんだよ。俺もそうだけどさ。そうです。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。アドマイヤ上からドン。上からドンって本当に言いたいです。そうそう。あ、でも本当だっぽい。これね、ガナ分かってないと思うんだけど、アドマイヤドンっていう馬もいたんだよ。ほう。だから両方かかってる。ああ、そういうこと。そうだ、アドマイヤドンっていう結構 G1 も勝った馬がいて、それとかかってるから。なるほど。これね、見る人が見れば、あ、なるほどと。あ、うまいことやったな。そうそうそう、お馬だけに。そうだよ。まあ、さっきと同じですからね。はいはい、馬主がプオタっぽい、競走馬の名前とは。成田石坂ブライアン。かかってた。これはわかる。あ、これわかる。これはわかるけど、成田ブライアンと石坂ブライアン。いや、わかるけど。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。はい、コーナーから行っちゃうぞバカ野郎。あ、いい。これの、これでもこれ序盤だな。これ出すのね。これ一発目とか出せばなんか、なんか勢い出る感じするな。中盤じゃなかった。そうだね、パワー系だから。パワー系です。行っちゃうぞバカ野郎っていうなんか。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。新日本は見てません。そう、濃い人が言うやつ。濃い人が言うやつ。これみんな言うよな。言いますね。私、新日本見ないんですよ。馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。はい、明るい未来が見えません。でもこれもやりましたらもう何でもありなんだよな。何でもありなんだ。だってただセリフがけしもう、ね、出てこなくなるし。あ、でもこれ一応競走馬の名前だぞ。はい、あ、はい、はい、馬主がプオタっぽい競走馬の名前とは。アルヒオン。いや、本当に競走馬の名前でもいそうだよ。でしょ、いそうでしょ。で、ある、本当にあったしね。あ、でもこういうことかもしれない。そうでしょ、アルヒオン。正解はやりました、最後に。いや、これ100点のことです。100点か、ある人が100点。アルヒオン。よかった。最後の、お題こちらです。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは。アホ、なんか俺が得意そうな感じだな。あれじゃないですか、あの新根室プロレスとかであった、あの、あ、無理しない気持ちの明日も仕事みたいな、そういうことじゃないですか。とか、あの、まあ新日だったらストロングスタイル、あ、キングオフスポーツとか、キングオフとか。あ、
前日だったらほら明るく楽しく激しくなるほどみたいな、そういうことなんじゃないですかね。アホアホプロレスリングだもんね。そうですね。はいはい、じゃあアホアホプロレスリングの団体キャッチコピーとは、キングオブ中卒。アホだアホだね。どうですか。いや、そういうこと、そういうことですね、多分ね。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、汗出し、声出し、舌丸出し。あ、いいね。だから3段がいいね。じゃあ、アホアホプロレスの団体キャッチコピーとは、国会に万字固め。いや、普通のやつですよ、万字固めって。猪木さんのやつ。猪木さんです。そうそう、猪木さんです。アホアホプロレスリング団体のキャッチコピーとは、はい、破壊したなら直そうね。あ、いいね。ゼロワンの逆ですね。なるほどね。あ、それいいな。破壊なくして想像なし。アホアホプロレスの団体キャッチコピーとは、誰かプロレスを教えてください。知らねえのじゃ。そうそうそう。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、はい、目つぶしあり金的あり、リアルなやりとり。おー、危ない、怖い。全部が反則 OK。 なるほどね、アホだからね。アホだから。アホアホプロレスリングの、団体キャッチコピーとは、打倒バカバカプロレスリング。いや、変わんない。バカもアホも。アホアホプロレスリングの団体キャッチコピーとは、うちはチケットノルマ6000円です。いや、言っちゃったよ、言っちゃった、アホだな。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、LINE で晒す感動ストーリー。ああ、いいね。LINE 晒すんだ。LINE で晒す。ああ、いいですね。アホアホプロレスリングの団体キャッチコピーとは、大好きです谷町。言っちゃった。ああ、ああ。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、流血は1日2リットルまで。ああ、いいね、これいいね。致死量スレスレくらいまで。これアホだね。アホアホプロレスリングの、団体キャッチコピーとは、可愛いは作れる。ちょっとよくわかんないけど、なんかで見たことある。そうそう、なんかのやつ。なんかね、キャンキャンかなんかね。アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、はい、ギブアップって何ですか。あ、いいね、終わんないんだ。終わんない。あ、いいね。曲がってる曲がってるっすよ。あ、いいねいいね。なんすかなんすか、痛いんですけど。アホアホプロレスリング団体のキャッチコピーとは、チケット売るやつがチャンピオン。言っちゃった。集客がものを言う。そうそうそう、こういうことじゃないですかね。はい、じゃあ本日最終の答えでございます。はい、アホアホプロレスリングの団体のキャッチコピーとは、はい、目指せ見よう見まね日本一。あ、いいね。いいね。練習なんかちゃんとしたことない。俺らだけどね、これね。ある意味ね。ある意味俺らですけど。どうでしたか、岡田さん。ちょっと大喜利やってみて。はい、いや、難しい。いや、難しい。ということでですね、はい、もしかしたらあれですかね、次回もしプロレス大喜利ライブあったら、我々も、はい、参戦することがあるんですかね、これもしかしたら。ノーコメント。いや、呼ばれたら行きます。はい、行きます、ね。呼ばれ、はい、スケジュールさえあれば我々は行きますよ、ね。はい、頑張りますんで。頑張りますよ、もう。よろしくお願いします。お願いします。